アクション。一昨日ツイッターでもコメントさせてもらったけど、俺はヤングライオン杯諦めちゃいない。むしろ返させてやる。でもそれには俺たちだけじゃない、他のヤングライオン、悔しいけど LA 道場の力も必要だ。おい、だから俺はヤングライオン杯を今年もやりたい。お前もそうだろ。どうなんだ。別に僕の試合に対する思いはどんな会場でも誰に対しても変わらないんで、ヤングライオン杯あるなら、ぜひ開催してください。はい、あと、どうせやるなら、クラークとハリックスも呼んだらどうですかね。ゲーム、どうなんだよ。LA 道場、G1 で、コブさん、ジュースさん、外国人参戦するけど、LA 道場のヤングライオンどうなんだ。来ねえか、まあ、来ねえよな、LA 道場のヤングライオン。人の言うことしか聞けないロボットだもんな。そんなのまだファレ道場のヤングライオンにマイケル、アンドリュー声かけた方がマシだよな。どうなんだよ。LA 道場、LA 道場なんだろう、お前。どうなんだよ。I think they get it. I think you get the gist of what you're trying to say. You're trying to ask me why the LA Dojo boys aren't here. Why they haven't come to Japan. Is that what you're trying to ask me? That's what you want to know? Yeah. Well, I've got some news for you. I'm not part of the office. I don't deal with flights. I don't deal with who comes over here. So I don't have an answer for that. But I knew if those boys could, they'd be straight over here in an instant. That's funny. Hey, both of you chunks. Both of you bozos mentioned the Young Lions Cup. And of course this year, due to coronavirus, we can't have the Young Lions Cup. But that's no problem with me. Because I want to fight both of you. And I want to beat both of you too. So how about this? I said in my last comment, but I'll say it to your face this time. How about this talk? Oh! You want Japanese? Dare ga saiko ka mitemashou. Show me who's number one. Show me who's number one. Go on. How dare you? Who are you pushing? Who are you pushing? Ore wa LA Dojo da. Who do you think you're pushing? Hey? What do you think? What? Give me the rock! What do you think you're doing? Fucking do something then. Fucking do something. What? Come on, do something. Come on. See you later. いいか、おい。こんなとこでよ、熱くなってもしょうがねえんだよ。俺がリング上で見せてやる、ボケ。今年の G1 クライマックス、見事に落選しました、大野智明です。それでいいんだよ、落選でいいんだよ。落選でいいんだけど、本当は、やっぱり本当は、出たかったけど、そんなレベルの低いもんじゃないし、一つ、良かった点があるとすれば、外国人選手が、ね、大勢来れて、いつもと遜色ない自分からの戦いできることは本当に喜ばしいことだけど、その中で大本巻き出場したかった。でも今回出場できなかったからって諦めるこけしじゃねえっつうの。今年は今できる最高のパフォーマンスをして落選したから、来年こそはもっともっとよりパフォーマンスして勝って勝って勝ちまくって当て前のように飲めねえとしてやるから、エントリーしてやるから覚悟しとけ。もう諦めたらそこで終わりですから、来年こそは5年ぶり4度目の出場果たしますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。いや、一言言わせてもらいます、ね、この間 G1 クライマックスの出場メンバーが発表されたら、いや、なんか一部報道で、ね、永田
が選出されずとか、まあ、ファンの人たちも永田落選みたいなことを言われてますけど、俺から言わせれば勘弁してくれと。俺はもう3年前に自らの口で G1 卒業を宣言したわけだから、まあ、そこをちゃんと忘れずにいろいろ言ってほしいと。本当にね、なんていうのかな、なんかまあそれはファンの人も一部メディアも俺の力を認めてくれてるんだろうけど、俺の口から3年前にちゃんと自ら G1 卒業宣言したわけですから、そこは分かっていろいろ報道してほしいなというのはあります。しかしながら、まあ永田という名前がね、まあ卒業して3年経ってもまだ永田が出ない、永田に出てほしいという声が大きいのは本当にありがたいことですからね。まあ本当に、じゃあなぜやっぱりそうなってるかって、やっぱ自分の力が、自分のファイトというものはですね、G1 選手の今のトップどころに比べて遜色ない、いや劣るものではないということを評価してくれてるだろうと、ね、解釈して、それは本当にありがたいと思いますので、まあ、G1 は今年、まあ、これから出ることはないでしょうけども、まあ、出る選手にはね、永田のいない G1 クライマックスを、クリープを入れないコーヒー、歌を忘れた、カナリアなんて言われないように、ちゃんと現場に出る G1 出場選手は頑張ってください。以上です。はい、G1 クライマックスに出場、今回ね、できないことになり、非常に残念だなというふうに思ってますけども、ただ、また来年、プロレスラーとして生きているのであれば、奇跡の逆転復活劇を果たし、そしてさらに奇跡の大逆転優勝まで、そこまで上り詰められれば、自分のプロレス人生また、いいものになるんじゃないかなというふうに、明るく前向きに生きていきたいと思います。せっかくねプロレスラーとして生きている以上、そういういろんな目標を持っていろんなことを成し遂げてきた自分自身もね、この29年間の間にたくさんのことを、いろんなことを、自分でできそうもないこと、できないだろうと思っていたこと、多分無理、もう絶対無理って言われてたことも、いろんなこと成し遂げてきた、そういうプロレス人生の中で、また G1 クライマックス来年にも出場して、そしてまたさらに優勝するっていうね、どうせ今じゃありえないだろうって言われてるようなことを成し遂げられるような、そんなプロレスラーでいたいと思います。ありがとうございました。